あなたがあなた以外の外の世界の人にですね、やるパターンは2つしかないんです。あなたがその人を愛する人なのか、その人を裁く人なのか。あなたが人を裁いた度合いだけ、我々は人に裁かれると感じるんです。まあ、心理学はこういうのを投影って言うんですよね。人生で起こる失恋、いろんなこと、辛いことってあるでしょう。あれ全部あなたへの罰じゃないですか。贈り物。人生であなたに起こることにどんな意味付けをあなたがするかで、あなたの人生や世界観が決まるわけですね。そしてそれは全部あなたが決めれるんです。だから神様や運命のせいじゃないんですね。あなたがどんな世界に住むかを決めれるんです。そしてそれをするためにはおさらい。あなたが愛する人になりますか、裁く人になりますか。今日はですね、何の話をしようかなというふうに思ったんですけれども、まあ、昨日ちょっとですね、私どものベテラン相手にリーダーシップトレーニングっていうのをやっておりまして、そこで自己概念っていうようなテーマで一日お話をさせていただきました。自己概念っていうのはですね、あなたが、まあ、いろんなものにどんな意味付けをしているかということなんです。例えばですね、皆さん失恋っていう言葉からどんなイメージがきますか？失恋っていうものにどんな形容詞がつくでしょう？例えば、辛い失恋とか、なんかこれしっくりきますよね。嬉しい失恋って、これなんか、うーんって感じがしますよね。美味しい失恋って食い物かみたいな話になって、何か失恋っていうのはネガティブな感情がとっても引っつきやすかったりします。同じように、これはこういうものだというふうな思い込みっていうのが我々にはとてもたくさんあって、実はそれがですね、あなたの人生を支配したりするんです。例えば多くの人はですね、お金が欲しいというふうには思っていらっしゃいますけれども、お金っていうものに関してはすごくネガティブな意味がひっつきやすいんですね。例えば皆さんの人生で想像していただきたいんですけれども、うわぁ、もうめっちゃ邪魔やしお金とか、うわぁ、めっちゃ容器あるしお金とか、もうほんまにトイレットペーパーにも使われへんしお金みたいな経験ってあんまりないですよね。それよりも、なくて大変とか、お金ないとか、この辺なんかセット商品としてしっくりきますよね。そうすると皆さんにとってお金の感情っていうものは、ネガティブなものが多いんです。そうすると、お金がたくさんあると、もともとあなたはお金ないとか、お金で苦しんできたと思いますから、お金がたくさんあると、苦しみもたくさん増えるって思っちゃうわけです。そうすると、苦しみたくないから金いらんみたいな話になる。ほんまかとか思ってますよね。ほんまなんです。じゃあ、ちょっと皆さんに、アンケートを取りますよ。こんな話って聞いた、テレビとか聞いたことないですかね。3億円の宝くじが当たった物語。そうすると、いやーついてるわー、いよいよ我が家にも月が来て、そしてこの家族、それからどんどん月が舞い込み、コンツェルンを作りましたっていう話。パート2、はじめはよかった。しかしさ、人間ってあれやな。持ちなれん金、持たん方がええな。息子、車買うて、ポルシェ買うて、フェラーリ買うて、ご主人、金持つとこっちでこっち。女狂いしてもう大変。今あの家族、一家離散して、この前、道頓堀に浮かんでたで、みたいな。なんか後者の方が皆さんしっくりときません？で、テレビ番組でお母さんが宝くじなんかベリベリベリって破って、こんなものない方がいいのよっていう話、あった方がいいと思いません？どっかで皆さんはですね、何かネガティブなエネルギーに支配されちゃうような気がする。例えば同じようにもっと身近なところで、仕事っていうものは皆さん働く前から辛い、しんどい、我慢するのが当たり前なんて考えてらっしゃることが圧倒的に多いです。あれ、誰が悪いかっていうと基本的にお父ちゃんなんです。なんで？君たちが子供の時にお父さんっていうのは基本的にですよ、家族で一番強かったはずなんです。まあ7割ぐらいね。
3割ぐらいはお母ちゃんの方が強いっていうお家は関西には特に多いですね。で、お父さんっていうのは家族で一番強く、あなたをブンブン振り回したり、高い高いで遊んでくれたりする、そのお父さんがです。月曜日会社に行って帰ってくる。パパ、お父ちゃん遊んでって言うと、お父ちゃんは何て言いました？ごめん、ちょっともうお父ちゃん今日疲れてボロボロやねん。もう会社行ってな、もうバリバリ働いてきて、もうクタクタやねんな。今度の休みの日にして、お父ちゃんもうクタクタ。この日常会話から、あなたが持つ会社っていうのは、このお父ちゃんですら、疲れてボロボロにするもんなんや。どんなに大変でハードでしんどいもんなんやろう。何十年思い続けてきて、入る前からビビりますよね。もう入る前から疲れる準備万端ですよね。さあ、4月から、働くでって言われた瞬間からもうぐったりしますよね。変だと思いません？なぜ皆さんは働きもしていないのに月曜日の朝から疲れているんだと。恒例のようにベッドの中でいやいや行かへんやめるってだだこねますよね。お母ちゃんにほんまに行かへんねんな行くあれずーっと続きますよね。疲れるんやったら月曜日の夜に疲れるっていうのが正しい疲れ方ですよね。これはわかります。働いてない月曜日の朝から疲れてるっていうのは変やね。こういうのも何か自己概念というものなんですよ。で、この自己概念っていうのをですね、なんか変えるいい手はないかというふうに研究に研究を重ねてまいりましてですね、とってもいい方法があるんで今日は発表いたします。自己概念を変えるっていう時に何かこの恐れっていうものが我々、例えば仕事に関しても辛い、しんどい、嫌なことをしてんといかんとか、結婚、彼でええんかなとか悩みますよね。結婚した後にめっちゃええの来たらどうしよう。いやいや、でも私も年も年やし、パスした後、残念でした、これが一番いいのでしたとか言われても辛いしなぁ、あー断腸の思いになりますよね。どうしたらいいんや。で、こういういろんな悩み事のルーツっていうのはどうもですね、失敗した時にあなたが自分をものすごく責めるんです。これ試験に出るポイントね。そんなこと言っても人が、ご安心ください、人はあなたにそんなに興味はないんです。自分の人生生きるのにいっぱいいっぱいで、人はあなたの人生を、あなた芸能人でもないでしょ、大丈夫です。そんなに興味は持っていらっしゃいません。そうすると、自分で自分を何か責めたり追い込んだり、なんて自分はって言うんですよね。でもね、これはどうしたら変えられるかっていうのは答えは簡単なんです。自分のことは横にちょっと置いといてください。あなたが、あなた以外の外の世界の人にですね、やるパターンは2つしかないんです。あなたがその人を、愛する人なのか、その人を裁く人なのか。あなたが人を裁いた度合いだけ、我々は人に裁かれると感じるんです。まあ、心理学はこういうのを投影って言うんですよね。例えばですね、皆さんがですね、何なのよあの人もルールも守らずにって腹が立つことってあるじゃないですか。それは、もしあなたがルールを守らなかったら、きっと罰せられるし、人に今私が思ったように言われてしまうと思うわけです。でも真実はどうかっていうと、人はあまりあなたに興味ないんです。でも、そういうふうにあなたががんじがらめに自分を縛ってるんです。子供の時、あなたはお約束ルールを守らなかったら、お母さんにお父さんに縛き上げられましたよね。ところがですね、大人になるとそんなにあなたを責めて見張ってるところっていないんです。ここは共産圏の国じゃないですからね。秘密警察いません。ところが、あなた自身がですね、あなたに起こった状況をネガティブに感じてしまうわけです。例えばですね、あなたの自己概念っていうのをもっとわかりやすくするとですね、犬がいると思ってくださいね。可愛い子犬がいるんですよ。アウアウアウってあなたに尻尾振ってくるんですよ。
この犬の自己概念っていうのはあなたを見て、あなたは僕を可愛がって撫でてくれる人でしょって思ってるから、あん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 って来るわけですね。あなたはそう思われて、もう犬の魔法にすぐかかっちゃって、おー、かわいい犬やなってなりますよね。あれ、犬にやられてるわけです。で、あなたがどんな犬かっていうと、ほんまなみたいな犬なわけですよ。絶対絶対、絶対にとか、100% を言い切れるみたいな犬なんです。わかった？愛されない理由。あれ？なんか、なんこの犬みたいに、愛したいですか？蹴りたいですか？ねえ、なんかあなたの人生で見えてくるものないですか？あれ？あなたがですね、世間や外をどのように見るかって。あなたがもし人を愛する人になる練習をすると。言っときますよ。なかなかうまくいきませんよ。うまくいかないのは人間ですから、全然問題はありません。あら、また私さばいてるわとか、またなんかこの人はって感じ。じゃあなんで私こんな疑い深くなったんやろう。なんか皆さんは悪い人がいる世界にお住みなんです。悪い人。それはですね、ちっちゃな頃にお母ちゃんに言われたんです。ええか、飴くんでる言うてもついていったらあかんで。親どう思ったかっていうと、あなたを見てね、うわ、かんわ、うちの子絶対飴で釣られるしって、どこでも飴一個で行く子やと思われたわけです。そう信頼しながら、ええか、飴くれる言うてもついていったらあかんで、世の中には悪いおっさん多いからなって言われた。なるほど。でもね、ちょっと大人になって客観的に考えていただけます？飴で釣る悪い人って、千人中何人おるかな？ひょっとしたら一人もおらへんかもしれんよ。じゃあ今度皆さん逆に子供があなたの方に来るんです。飴ちょうだいって。ちょっとごめんなけど今飴持ってる人いる？カバンの中に。一人もないことないでしょ。私あの東京で講座してる時に教えてるんですよ。いいか皆さん大阪に来てなって、それなりの女性に飴ちょうだいって頼んでください。飴くれる人がおばちゃんやから。関西のおばちゃんみんなカバンに飴入れてるから。飴くれる人はおばちゃんやからな。で、たまにいるんですよね。飴持ってないねんけど、フリスクとか持ってる。あれ、おっさんなんですね。だから、大概おばちゃんかおっさんか、関西の女性はこれで区別してください。まあ、こういうことを教えてるわけですけれども、あげますよね、飴。持ってたら。で、ほとんど、悪い人っていないんですよね。お、飴かみたいな。お、一つでええかもっと持っていくかって。そしたらですね、皆さんに最近教えてるんですよ。飴くれって言わなきゃいけないんです。飴ちょうだい。昔は飴ちょうだいって言っちゃいけなかったんですよね。そしたらみんなくれるんです。で、ちょっとそういう物事の見方を皆さんしてもらいたいんですけど、今日一つ覚えて帰っていただきたいんですけど、みんな、あなたを愛したいんですよ。え？皆さんが行く喫茶店ね、きれいにトイレ掃除までして、クーラーかけて、水冷やして、水タダですよね。気持ちよく過ごしていただきたいって、普通の喫茶店みんなやってるんですよ。雑誌置いて、新聞置いて、バラバラにならないようにホッチキス止めて。みんなあなたを愛したいんです。ところがみんなと来たら愛されにくい。あらだってそう思ってないから。それどころか、私をバカにしてとか、なし、誰もしたないです。みんなあなたを愛したいんです。あなたの周りの人全員ね。でも、そのことに多くの人は気づいてないんです。あらま。大阪の街中があなたを愛したいんですよ。日本ってすごいって外人が来たら言うんですよ。なんかか、いっぱい配ってるやんとか。なんでみんなあれもらへんのって外人の人わからないんです。中国の人いっぱい今日本来てますよね。で、こうコラムに書いてあるんです。日本ではティッシュをタダで配っていますって。なんかすごく悪いんじゃないかなと思うんですけど、どうぞもらってください。品質の良いティッシュが配られていますって。わけわからないんです。なんで？
どうか私たちにあなたを愛させてくださいって言ってるんです。こんな国でちょっと愛されないっていうのはちょっと難しい生き方なんですよ。マニアな生き方なんですよ。それはなぜかっていうと、そんなはずはない。悪い人にして裁いちゃったわけですね、こういう人。人にはね、いい部分と悪い部分っていっぱいあるんです。例えば、今日ですね、ある人が下着泥棒でですね、出てきたと思ってくださいよ。で、公正を誓うんですよ。もうこんなことは犯罪は犯さない。もう二度と来るんじゃないぞとか言われて、お世話になりました。せっかく公正を誓ったのにみんなが見るんです。来たで来たで、来たであれ、来たであれ、みたいなことを言われるんです。みんな、みんな、もうぼっと知らんと、パンツ2段と取られるよ、取られるよ、取られるよ。じゃあ公正を誓ったこの人、どう？バカらしくってやってられませんよね。みんながそう見るんなら。応用編ですよ。どうせ男は浮気するはずや。あなたのパートナーをそんな目で皆さんが見られたとしたらです。どうですかね。そのうち我々男性はどうせ浮気してもしなくても怒られるんだったらして怒られる方がちょっといいかなみたいに思ってきちゃったりしますよね。ところが自己概念っていうのは本当にあなたは信頼できる人であなたと結婚できて嬉しいわって話です。で、そうするとですね、人ってその信頼を裏切りたくなくなるんです。不思議でしょ？昔ですね、某証券会社がなんかいっぱい倒産した事件ありましたよね。で、倒産する前っていうのは営業成績もどこの会社でも言うんですけど、ガンガン言われるんです。で、あるおばさんがですね、投資信託で元本保証で100万円を割れることはありません。その代わり儲かったら大きいですからアジアの債券をみたいなことを言われたんですけど、元本保証っていうのがですね、実は嘘だったんですね。営業マンがなんとか数字を手に入れたいっていう嘘だった。ところがですね、結局それがですね、30万円ぐらいになっちゃったんですね。当然、願望保証するじゃないかってこう、すごく怒られますよね。で、当然、すごく申し訳ございませんみたいな話になるんですけど、会社もそんなもん全部が保証できませんから、いくらか800万ぐらいで話をつけてきなさいみたいな話をされる。で、なんか言ってないですかねって言うから、この営業マンの立場にとってちょっと考えてみましょうよって。どこ行っても、この大嘘つきとか、もう盗っ人とか、みんなからひどく言われてるの間違いないでしょって。だってあなたがどれだけ責めたって、もう金返ってこないんだもんって。そうですね。だから一回言ってごらんよって。あんたも大変ね。って別に私たちのお金を自分の懐に入れたわけじゃないでしょ。会社に入れたにもかかわらず、ねえ、責任感が強いんでしょうねって。でもこんな風にみんなから言われて、辛いよね。おばちゃん、応援してるから。頑張りなさいよ。多分、この人、おばちゃんだけだったんでしょうね。彼責めなかったのは。彼は言われれば言われるほど、もっと自分責めるってわかります？こんないい人を騙しちゃって、みたいな。で、結果どうなったか。彼女に非常に高く配当が返ってきたわけです。その資金のね。なぜかというと営業マンは自分を信頼してくれるその人はひどく言われたくなかった。裏切りたくなかった。これどういうことかって、どの人の中にも善意とか愛の部分ってあるんです。ところが我々は逆をしてしまい、あなたの中にも本当に素晴らしい部分と、ねえ、もうクソもボケアホも死ね死ねとか我々死ね死ね団と呼んでますけれども、死ね死ね団の会員の部分がありますよね。ところが誰かがあなたの中のその愛の部分を信頼して見てくれることを我々は求めているわけです。そしてあなたがそういうのをね、全部できませんよ。もうこのクソタレとか暴れたろうかとか私もしょっちゅう思いますから。でもその時に、ああ、またやっちゃったなと思い、修正修正です。
プロ野球の選手でも一度でもですね、だいたい100打席で65打席はヒット打てないわけですよね。我々でこういう言葉を言うんですね。人生で本当に成功しようと思って3割バッターになると、ね、100打席30でいいんですよ。ちょっといいことしよう。これ目標ですよ。で、これみんなね、ああ、ダメだ、私はうまくいかないって、もう私は権威を持って言います。私も全然ダメですから。ただですね、反省するんです。あかん。反省はすぐするんです。まあそこは偉いところかなと思うわけですけれども。で、そういうふうにやってもいいんです。修正が効くんです。人生はね。で、ところが我々はね、人を裁いている時っていうのは、あいつクソボケアホって、気分悪いのはこっちなんですよね。人を愛してあげてるとき、気分いいのはこっちなんですよ。で、人間っていうのは神の性格って言って神性なんて言うんですけれども、どうもなんか人を愛したりすると気分が良いみたいなんです。ところがですね、なんかこう人を裁いたり罰したりするっていうのはついついですね、あなたが自分に罰を与えてるようなもんなんですよね。で、人生っていうのはね、ほんといろんなことが起こるんです。ところがあなたはね、ちょっとなんかが起こった時、必ずオートマチックにこう思ってるみたいです。罰が当たったんや。それは何かっていうと、自分が悪い子ちゃんだったからやと思うんです。でも、ちょっと想像してみてくださいね。罰当たりません。いや、偉い目いっぱいありますけどって。あ、罰じゃないんですよ。罰っていうのは大概神様が当てると思ってますよね。見てたで見てたで、サボったやんな。罰当てたろかって。これ神様かな？なんかちょっとなんか悪魔っぽくないですか？神様っていうのは悪魔ですらですね、抱いてあげたり愛してあげたりするから偉いわけですよね。でも我々は神様ですら罰を当てる人って裁いてるわけですよ。あらまあ、変ですよね。だから神様の前で我々、こう、すいません、今日空き缶5個開いましたし、今日お賽銭200円払いますから、めっちゃいいパートナー頼みますよ、みたいな。いいことをしようとするんですよ。でも神様からするとですね、なんで僕の前で私の前でそんないいことをしようとするんかな。僕、怒る人に君たち思ってないって感じ。じゃあ神様っていうのはじゃあ何をしてあげたら喜ぶのかっていうと、あなたの不出来な部分ってあるじゃないですか。また今日人を憎みましたとか、その部分を捧げてあげるんです。もうこんな老いたの僕を私を愛してくれますかって言うと、おお、もうそんなめっちゃ愛するし、もうそれのために僕ら存在してるわけやし、みたいな。こんな自分も最低やって思う時ってありますよね。あれを愛してもらいに行くのがどうも神社みたいなもんですよ。まあ私は家は曹洞宗ですけど、キリスト教の本なんかたまにね、読みたくもないのにホテルの中にこう入ってますよね。ついもったいないからチラチラ読んでしまうわけですけれども、どうも全部許してくださるみたい。もうどんなあなたでも愛します。それと同じようにですね、神様はあなたのことを愛したくてしょうがないんだけど、我々は怒る人やって思って逃げまくってるみたいなんです。でね、また違う変なことを言いますけれども、人生で起こる失恋、いろんなこと、辛いことってあるでしょう。あれ全部あなたへの罰じゃないんですよ。贈り物なの。あれが、って、あれがなんですよ。こんな辛い失恋って多分ね、結婚したらめっちゃもっと苦労するやつやったんです。まあ、さっさと早く別れた方が良かったんかもしれません。だから、あなたに必要なものは絶対与えられるはず。我々はそういう、こういう考え方をプロセス思考の心理学なんて言って、よくこういうのを使うんですね。で、セミナーなんかやってるともういろんなことが起こるわけです。でも、この全部があなたへのプレゼントなんだよ。ある時こんなことが起こったんですね。グループワークをしてた。そのグループワークでね、我々は人を愛そうなんてするけど、本当に今日の話と同じですよ。あなたを愛したい人、助けたい人いっぱいいるんですよ。いや別にいいっすよとか、隠してませんか？もし助けてほしいってあなたが言うんやったら、このグループの中の誰に助けを求めますかっていうグループワークをしたんです。
なんかそれは助ける方はいいけど求めるの嫌だなってちょっと抵抗が出ますよね。ある男の子が言ったんです。このグループワークしません。せえやお前、とりあえずせえやまんまわがままなやっちゃなみたいな、こんなやつうちに陽気おるんですよ。まあでもこの法則はあるんですね。あなたの前で起こることは全部ギフトでプレゼントなんだ。で、こいつはそんな嫌ですか、かっこ悪いし。そしたらその出来事を見てある女の子がボロ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 泣き始めたんです。何って感じですよね。で、その女の子が彼にこんな話をしてくれました。初日の日にお父ちゃんが死んでも三回忌になるみたいな話グループのみんなにしたやんって。おう、うちのお父ちゃんなって、どうも心臓で死んでんけどなって、死んだ日私帰ってきたんが10時ちょっと過ぎやってんやんか。ほう、お父ちゃんいつも10時ぐらいに寝るからお休みようかな思ってんけど、10時過ぎ出たからもう寝たかなと思って言えへんかってん。そしたら次の日の朝、うわーってお母さんの悲鳴で行ったらベッドでもうお父ちゃん死んでてん。そしたらな、もう病院にも連れて行けへんし救急車も持って行ってくれへんねん。なんかこれは死体やからって警察が来て、昼過ぎに鑑識のなんかお医者さんが来るまでこのままでって、お父ちゃん触りもできひんねん。そしたらな、お父ちゃんベッドの下になんか戻したみたいやってん。そしてな、それをこういう風にもう一回ベッドに上がったらこう点点点と汚物吐いたものがあるから、ベッドにもう一回上がって寝返りしたんがわかる。私思うてん、そんな力があるんやったらなんで助けてって言ってくれへんかってんって。そしたら私お父ちゃん助けられたかもしれんのに。その話を性変異男の子聞いてるわけです。あんたな、はいはい、世の中にな、助けてくれって言われて救われる人がここにおるんやで、言わせていただきます。でも結果的にこの女の子、今日この男の子がグループワークせえへんってだだこねたおかげで癒されちゃったりしたんやね。でね、今日裏技を一個教えますね。あなたが失恋したりね、会社からクビとかね、ひどいことを負ったりいじめられたりするでしょう。その時にね、自分で自分に聞くんです。ただね、神様のふりをして聞くんです。まあ人によってはコスチュームでひげをつけて杖を持ってあげてもいいです。例えば僕だったらね、神様のふりをして順次順次、なんで神様神様、なんであなたは順次にこんな失恋を与えたんですかとか、なんで会社をクビにしましたか、何をこの子に教えたくてあれを与えたんですかって。そしてあなたが神様のつもりになって言うんです。あいつにな、もうちょっと優しさを学ばしたかったんやとか、今持ってるクビになってもこいつはな困らへんやん、実家でお父ちゃんお母ちゃんが住む家があってな、親のありがたみをちょっと覚えて欲しかったんやな。罰じゃないんです。愛なんです。人生であなたに起こることにどんな意味付けをあなたがするかで、あなたの人生や世界観が決まるわけですね。そしてそれは全部あなたが決めれるんです。だから神様や運命のせいじゃないんですね。あなたがどんな世界に住むかを決めれるんです。そしてそれをするためにはおさらい。あなたが愛する人になりますか、裁く人になりますか。世の中にはですね、テンパっちゃってもう段取りが悪い人もいます。まあ、ちゃんとせやーって裁きたくなることね。今日打ち上げ行くでしょ、行きますよね。生中の注文なかなか取りに来てくれへんかもしれんのですよ。もうって裁くこともできるし、そのお兄ちゃんに言うたるんです。いいですね。忙しそうやな、頑張りや、その時だけはいってこっち見てくれるんです。70って聞こえてるんですけど、知らん顔して行きますからね。これ早速あなたが早く生中を注文できる方法応用しようね。裁く人になるのか愛する人になるのか。
何回も言いますよ。しょっちゅう間違えますからね。もういかに浸透になっても全然構いません。反省会をしといて開いて、修正し、あ、またやってもうた。もうこれだけ。愛する人になりますか、裁く人になりますか。これをちょっとですね、練習してみてください。これね、騙されたと思って1年やってくださいね。プロのカウンセラーになれたりします。ということでですね、どうもありがとうございました。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。今日は講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね。9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分。費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。